賜物の働きがこれから強くなるということですね。それとともに、これから、困難な時代になりますよね。その時代におけるこの賜物の働きのいろんな助けとも、それとともにですね、賜物の働きを通してこう生ける神を私たちは体験しますから、すぐもらえるみたいなんですね。本当に感謝したいと思います。スネゴリとは動画を作りました。すぐから言ってくださいこの2014年白馬スヌルキャンプを教えてくださりありがとうございます。ブラジルで働きをしていますけれども、本当に神様の時が来たなということを考えさせられています。女子校としについてきませんというところを勉強に神様に言われて、知らないと感謝の働きが起こらないと考えられないと思うんですね。ミサが選ばれた死を、アード氏が選ばれた夢に、それとともにね、具体的に聖書的な施策を通して死の指示を受け、また直接死の指示を受けるわけですね。で、神が語られて、そしてそれに従った時、神の技が起こる。で、働きのために立てられたわけです。そして皆さん、証し人として。神の言葉ですよね。神の言葉をあなたの内側で与えている。それは本当に主から来たと思ったら使命じゃないですか。確信を持って